シュラマル。ちょっとちょっと水木さん、私見ちゃったんだけど。なんであんなこと隠してたのよ。早く言ってってば。三代さん、何の話？信代さんよ、信代さん。近くの町に住んでるっていうのは知ってたけど、まさか水木さんが知り合いだったなんてね。続々と新しい漬物を開発する漬物名人。おしゃれなカフェとか一流レストランとも契約してるんでしょ？すごいなー。ああ、信代さんね。うん、あの人の作るお漬物本当に美味しいんだよ。紹介してね。私信代さんのファンなのよ。いや、それはできないよ。なんで？私の名前三代なのよ。信代さんと似てるでしょ。それに私も漬物大好きだから、信代さんと仲良くなれると思うの。そんな理由で紹介とかはできないかな。というか、親しくなりたいんだったら漬物作りの教室に応募してみれば。定員の3000倍くらい応募が来るらしいけど。そんなの絶対に無理じゃない。でも水木さんは知り合いなんだから確実でしょ。それは無理。信代さんは誰にも紹介できないよ。はあ？なんで？なんでよ。そりゃ有名人だもの、簡単に紹介できないよ。有名人だから紹介できないとか、そんなのひいきじゃない。おかしいわよ。おかしくないよ。てか、はっきり言って三代さんには人を紹介できないから。はあ？ちょっとあんたふざけてんの。三代さんは待ち合わせの時間も守らないし、金銭トラブルも多いし、学校に対してもわけわからないクレーム入れてやったって大騒ぎするし。何よ、わけわからないクレームって。女の担任が悪いんでしょ。あいつ教師のくせにショッピングモールで買い物してたのよ。モンペこわ。モンペ？モンスターペアレントって言うんだよ。最近じゃあちょっとクレーム入れただけでモンペ扱いされたりするらしいけど、三代さんの場合はモンペ完全体って感じだよね。じゃあ水木さんは教師が買い物してていいのね。いや、むしろ買い物しなかったらどうやって生活するのよ。それはネット通販とか使えばいいでしょ。ああ、もうやだやだ、みっともない。あんたのその考えの方がみっともないよ。ああ、もううるさいわね。とにかく信代さんを私に紹介しなさい。いやだね。いいから、おとなしく私に従えって言ってんだよ。従えって、ただのそこら辺の主婦に。なんで？この生意気女が。生意気ね。頭の中身ない人に何言われても全くダメージにならないよ。なんですって？とにかく先生に嫌がらせするのはやめなよね。あと、信代さんも絶対に紹介しないから。じゃあね。おい、待て！この！私の名前は水木。口が悪いことを自覚している平凡な主婦です。さっきから話に出てきた信代さんって人は、漬物名人として有名な人。すごく美味しいってだけじゃなくて、キャラも濃いんだよね。興奮すると鼻息が荒くなって、ふんがーってなるの。LINE でもふんがーがついてくるんだけど、明るくて楽しくてね。自分も過去に失敗した経験があるからこそ、失敗した人にも優しくてさ。そういう人間性も人気なのかな。私もいろいろ縁があって仲良くなったんだよ。三代さんはその信代さんを紹介しろってうるさくてね。大切な友人をあんな人に紹介するわけないのにさ。でも私の悪口を言ったり、家の前で待ち伏せしたりと嫌がらせが始まったんだ。そしてね、ある日とあるところから私に電話が来て、こいつ最悪だよ。水木さん、信代さんを紹介してくれる気になった？あんたもしつこいゴミだね。ゴミですって？まあいいわ。土下座して紹介させてくれって、あんたの方から頼むことになるわよ。はあ？高級寿司屋をあんたの名前で20人分予約したの。今日が予約日なのよ。当日だけど、無断キャンセルしてやるからね。だからお前はアホなんだよ、この間抜け。え？ちょっとあんたふざけんじゃないわよ。要するに、最初からキャンセルするつもりで予約したんでしょ？私の名前と電話番号を使って。ま、そういうこと。すっごいお金を払うことになるね。私のお願いを断るからこうなるんだよ。かわいそう。ちゃんと土下座して謝罪して、紹介するなら次はやらないでやるよ。中二病というか、ババア病？何そのくっさい言い方。な、
ちなみにあんたが連絡したシュラス氏からは、私のところに確認があったよ。ご丁寧に私の名前だけじゃなくて、電話番号や住所まで言ったって。は？え？なんでシュラス氏が水木さんのこと知ってるのよ？だってお祝いの時とかに利用させてもらってるからね。はぁ？高級寿司なのに？何をあんた生意気よ！普段から利用してるわけじゃないし。で、光代さんは最初からキャンセル前提で予約したんだよね。そうだけど。それ、お店に対して偽計業務妨害になるからね。何それ？犯罪だよ、犯罪。だって予約しただけなのに、ただのキャンセルじゃない。でもキャンセル料は払わないつもりでしょ？当たり前じゃない、だって食べないんだから。お店は予約が入った時点でその予約のために動き出すんだよ。食材の手配や場合によってはアルバイトのシフトを増やしたり。ちなみにシュラス氏の当日キャンセルはキャンセル料 100% だからね。は？でも名前は水木さんだから。私の名前とはいえ予約したのはあんたでしょ。電話番号も通知してたし、そもそも警察が調べればわかることだから。警察は大げさでしょ。大丈夫だよ、気にしないで。大げさなんて言わなくて大丈夫。あんたがお金をちゃんと払えば警察には行かないんだから。いやー、頭の中何詰まってんだろ、バカバカしい。結局お金が払えませんなんて連絡したけど、シュラス氏はじゃあ警察にって話になったんだよね。さすがにそれはやばいと思ったのか、ご主人やご両親に頭下げてお金持ってきたよ。ご主人とご両親がうちにも謝りに来たんだけど、光代さんは信代さん印の限定漬物で金儲けをしようとしていたみたい。というか、知り合いになれば譲ってもらえるって考えで、限定商品を自分のネットショップを通して売っちゃったんだよね。どんどん売れるのに品物はない。じゃあ私に嫌がらせをして、なんとか信代さんと繋がるしかないって思ったみたい。いや、嫌がらせするような人間を紹介するわけないじゃんね。バカすぎる。水木と信代の LINE。 水木さん、やほほーい。信代さん、こんにちは。福神漬けいっぱいありがとうね。本当に最高だったよ。早速いつもより高いルー買ってカレー作って食べたんだ。でも福神漬けがメインでカレーがサブって感じだったね。うんがー、とっても嬉しいのだわ。水木さん、今回はいろいろ迷惑かけちゃったみたいでごめんね。いやいや、信代さんは何も悪くないでしょ。でもね、なんか今回みたいな人結構増えているみたいなのだわ。うちは限定の漬物とかを出してるから、それを転売したりね。困った話だよね。むしろ限定って売り出した後に好評だからって定番メニューに入れちゃうのは？あらかじめ好評だった場合は定番メニューにしますよって書いておくとか、そういうことを何回かしてれば転売ヤーも減るんじゃない？うんが、なるほど、天才なのだわ。材料とかの関係でどうしても限定品になっちゃうものもあるのよね。でもそういうのを転売されて5倍とか10倍とかの値段で売られるのもね。転売ヤー引っ掛けるような罠いっぱい仕掛けておけばターゲットにはされにくくなるのを期待したいね。よし、やるわよ、やってやるわよ。ふんが、いや、本当に信代さんは明るくて楽しい人だね。さて、光代さんのことだけど、あの後購入してくれた人にお金を返したり、いろいろなことがあったんだよね。それだけじゃなくて訴えられたり、もうめちゃくちゃで、結局ご主人とは離婚して実家からも縁を切られたんだよ。当然お子さんもご主人が引き取ってね、光代さんは見かけなくなったんだけど、でもそれから半年くらい経ってから久しぶりに連絡が来たんだよ。信代出せー。あんた相変わらずアホを丸出しだね。あんたね、信代のせいだ、信代のせいで私は破滅よ。何言ってんの？あいつが出した限定の漬物よ。数量限定って言うから買ったのに、なんで定番メニューの仲間入りしてるの？これじゃ利益にならないじゃないの。あ、もしかして光代さん転売してるの？そうよ、ツイッターで稼いでいる人を見つけてその人に教えてもらったの。今は LINE グループに入って師匠に教えてもらってるんだから。うわ、今時の詐欺に騙される人そのまんまのルートじゃん。
あ、私は騙されてないわよ。てか、その限定の漬物には好評だったら定番メニューにします、そう書いてあったよね。そんなの読んでないわよ。え、そんなのあったの？あったよ。だから文句言っても無駄なの。じゃあ私どうするのよ。信代さんの漬物は売れるからってめちゃくちゃ買っちゃったのよ。それでも売ればちょっとお金戻ってくるでしょ。でも赤字じゃない。じゃあ食べれば？その方が心的には黒字だよ。こんなに食べられないわよ。いや、転売ヤーを引っ掛けるための罠に三代さんが引っかかるとは、さすがに笑っちゃったよ。信代さんのお漬物は人気だから転売グループに目つけられちゃったんだ。でも今回みたいなことを何度かしていたら、ようやくターゲットから外れたみたい。よかったよかった。ちなみに私は三代さんを訴えなかったんだよね。ご主人やご両親が必死に謝ってくれたことと、まあ事前にシュラス氏と連絡を取り合って被害もなかったし。でもやっぱり因果ってあるのかね。怪しい LINE グループで転売以外にも詐欺みたいなこといろいろやっててさ、前回も品物がないのに商品を売って詐欺まがいなことしてたでしょ。だからいろいろ重なって今回は塀の向こうに行くことになったんだよ。この人は出てきても同じようなことをやりそうだよね。ま、こんな人のことを考えるより今は漬物食べるのが先だよ。信代さんのお漬物はシンプルな味付けなんだけど、だからこそいくらでも食べられちゃうんだよ。よし、もう一杯おかわりしちゃおうかな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。